さあ今度はですねこちらなんですけど、なんか何をしてらっしゃるんですかこれはっていうところなんですけども、はい、実はこんな格好してらっしゃいますけど山わさびを吸ってるんだそうですね。あ、そうだったんですね。意外な展開そうですね。で今ね北海道で作られているその名も字幕出てますね、はい、天使の山わさびとは何なんでしょうか。温かいご飯に山わさびを乗せ醤油をかけていただく、たまらないですよね。山わさびは主に北海道で自生または栽培されている作物で、昔から春の山菜の一つとしても親しまれています。春掘りをする畑がないか探したところ、収穫しますよ、どうぞ来てくださいと応じてくださったのが、ありがとうございます、はい、こちら札幌の北区にあるキッズ農園さんです。あのキッズ農園は NPO 法人が児童養護施設と支援のために作っている農園でして、育てた野菜を施設に寄贈し施設の子どもたちの食育活動にも役立てていらっしゃるんです。で春一番の収穫が山わさびで、この日は法人の皆さんが掘り起こしていらっしゃいました。おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いします。はい、すごい重労働なんですね。やればわかりますけど、農作業でもかなり重要労働で、根っこがね、山わさびの根っこはどこ行ってるかわかんない。しっかり根張ってるんで、なかなか難しいんですよ、これ。力が。やりますか、一緒に。いいですか。はい、一緒に収穫させていただきました。はいはい、どこに根っこが張ってるかわからないですね。そうなんですよ。で、まあ、土もねしっかりしてるんで、二人がかりでもなかなか大変です。はい、もうスコップに体重をかけて掘り起こし、ようやく土まみれの山わさびらしきものが出てきました。これを水で洗いに行きます。すると、はい、山わさびらしきものが分かってきました。うん、わあ、これ結構いい。根がすごいでしょ、ほら。はい、開けてみた。もうこれ山田のおろち状態です。山田のおろち。面白いこと言う。もうまさに生命力の塊といった感じです。ごつごつとたくましい姿です。そしてこの日、はい、はい、あのジンギスカンを用意しまして、山わさびを味合わせていただくことになりました。このタレの染み込んだジンギスカン肉にも山わさびはよく合うんですよね。で、掘りたてをすりおろしてくださって、はい、で、焼いたお肉に乗せて食べます。いいと思います、アングル的にも、はい、うん、あ、くるくるくるんときますわ、うん、新鮮春です春が来ましたねもっと辛いかと思ったんですが、はい、冬を越えた山わさびは旨味さえ感じる、はい、優しい辛さでした。この山わさびは毎年児童養護施設の職員の皆さんにプレゼントしていらっしゃるそうです。ではここでちょっとわさび雑学です、はい、わさびにはごつごつ大きい山わさびと小柄で緑色の本わさびがあります。で、すると山わさびは白くてふんわり、本わさびは緑色でねっとり、はい、で一般的に山わさびはツーンとくる爽快な辛み、本わさびはマイルドな辛みと言われています。で、生まれも違って山わさびはヨーロッパ原産、本わさびは日本原産です。で、山わさびは明治時代に西洋料理とともにやってきて、繁殖力が旺盛なため野生化したんですね。で、日本生まれの本わさびは江戸時代に栽培が広まり、江戸に生まれた握り寿司と欠かせないコンビになりました。で、どちらのわさびも肉や魚を食べる時の食中毒を防ぐ役割を担ってきました。で、現代になってわさびにはアリル、イソチア、シアネートという辛み成分があり、抗菌作用、消化促進作用、血流改善効果をもたらすことが解明されているんです。何よりもうまいっていうね。そうですよね本当にでも健康にとってもありがたい食材ですよね。
さてこの山わさび、直売所などで売られることが多いですが、残念ながらいつでも手に入るものではないですよね。そんな中、すりたての山わさびの美味しさを届けたいと奮闘していらっしゃる方がいるんです。その方がこちらの方。こんな重装備で、はい、こんにちは。はい、札幌の有限会社達人の道地勉さんです。道地さんは20年ほど前からお土産屋さんなどに多く並ぶ山わさびの醤油漬け達人シリーズを販売する会社を営んでいらっしゃいます。そして1年半前に自ら製造するすりたての新商品、天使の山わさびの販売を始めました。ここで来ました、天使の山わさび、はい、でこれは予約を受けて出来たてを直接お渡したり、試食販売に出向く形で販売していらっしゃるんです。で製造の様子からちょっと覗かせていただきました。原料は道東から取り寄せている立派な山やわさびです。でまず皮を剥きます。皮と実の間がやっぱり一番ね、そのいい部分でもありますので、あまり深く削らないように気をつけて削りますけども、はい、そしてこの後防塵マスクと、はい、さらにゴーグルを装着。いや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 、重装備ですね、はい、こんな感じでやらないともうやられてしまいます。皮を剥いた山わさびを一本一本すりおろし器に差し込んですっていきます。私はかなり離れたところにいたんですが、はい、もう涙止まらない。あれだけ大量にすごいですね、ここまで来ますね、これ鼻にも来ます、目にも来ます、はい、すごいパワーです。家でちょっとするのと違いますからね。そうですよね。さて道地さんには山わさびへの思いがありました。田舎育ちで実家がもう牛飼い酪農やってましたので、ね、ですからもう裏が山だったり、まあ、そういう環境でもう近くに行けば山わさびがそのように生えてるような環境ありましたから、自分で取ってきて、まあ、おかずもそんなに豊かな家じゃなかったので、お醤油かけて、食べてたというところからが本当に知ったきっかけですね。もうこれだけでご飯3杯食べたそうですやがて山わさびの醤油漬け商品を売る仕事に巡り合い、会社を起こしてその販売に力を注ぎます。商品は人気を呼びますが、コロナでお土産屋さんなどの売れ行きが減り、売り上げが一時大幅にダウンします。その時思い立ったのが、いつかは作りたいと思っていた自分で製造から販売を手掛ける商品の開発でした。今後もね、これからいろんなこともやっぱりあると思うし、やっぱりよりもっともっとこう山わさび本来の辛さを生かした上で、もっとさらに美味しいというものをね、自分の手でやっぱり作りたいなと思ったんですよね。やはり一番美味しいのは子供の頃に食べた新鮮なすりたての味と思った道地さんは、1年半をかけてそれを生かす出汁の効いたオリジナルの調味液を研究し、新商品天使の山わさびを完成させたんです。ところでなぜ天使だと思いますか？なぜ天使なぜ、山わさびと天使ってなんか一瞬ちょっとね、こうね、そうですよね、そんな辛くないとか伺いましたよく聞かれるんですけども、辛さがツンと一瞬きますけどスッと消えるというか、鼻から抜けていくという、天使っていうのも何か想像することがあった時に目の前にポンと出てくるけどスッと消えていくというかそれらになぞらえたというか、はい、ツンとくるのが天使のように現れて消えていくところから名付けたんだそうです。素敵ですね、はい、でこれ何に乗せても本当に美味しいんですが、道地さんの一番のおすすめはこちらです。温かいご飯の上にちょっとバターを溶かして、そしてその上に山わさびを乗せて、でちょっと程よく混ぜて食べると本当に美味しいんですよねはい、ではそのおすすめを福永さん、はい、
ぜひ食べてみてください。いやこれもだって間違いなく美味しいでしょ。これもね、バターもちょっとだけ気味で。そうですよね。じゃあいただきます。はい、ご飯と山わさびだけで美味しいのにバターまで加わってね。うん、あでも結構ツーンときますよ。あやっぱりね。あでもエンジェル消えていきましたか。でこのバターのコクとね、だからわさびといっても山わさびの場合ってのは薬味だけじゃなくてこうやってもうおかずになりますよね。そうですよね。これだけでも美味しいですよね。これいくらでも食べられるのかな。たまりません。ボーツさん美味しいです。はい。で、天使の山わさびなんですがこんな形で販売していらっしゃるんです。まず札幌市東区の事務所兼工場の入り口が小さな直売所になっていまして、電話で予約するとここで手渡してくれます。でこの日もお客さんがいらっしゃってまして、受け取っていらっしゃいました。何品か買えたんですね。はい、4つ買いました。へー、たくさん。はい、これご自宅用？そうですね、自宅とあと一人あのすごい山わさびが好きな友人がいるのでお裾分けしようかなと思ってます。すごく美味しい、あの思いのこもった山わさびだということでちょっと食べてみたいなと思ってご予約しました。そして主に週末は朝作った商品を持って試食販売に出向いていらっしゃるんです。いただきます。はい、この日向かった先は、はい、こちら三笠の日帰り温泉、三笠天然温泉太古の湯です。あの道地さんはお客さんの感想を直に聞きたいということでリサーチを兼ねた試食販売をしていらっしゃるんですよね。札幌からほど近い距離にある日帰り温泉をいろいろ回っていらっしゃるんです。あ、いらっしゃいませ。いかがですか。あ、今日作りたての山わさびの即売会でございます。もう山わさびという言葉に反応するお客さん多く、早速試食です。あ、おいしい。あ、おいしいけど辛い。これがいい、これがいい、こういう味なんですよね。ご飯おいしいです。ご飯おいしい。ちょっと甘いですね。そう、甘めなんです。はい、だし醤油ベスト。これどうして天使ってつくか。え、天使ふわっと味わえて、ふわっと消えてくっていう感じ。確かにそうかもしれないですね。なんかピリピリみたいな感じじゃなかったですね。そうですね、ふわっとしてる感じ、優しい感じだったかもしれない。ありがとうございます。そのままズバリ答えた正解でございます。ありがとうございます。辛さ引きずらないですよね。そうなんですよね。でこちらのお客様はお子さんの分も4個お買い上げです。昔はね、すりおろして息子たちにこう送ってたんですけどね、すりおろすときに目も痛くなるし鼻水は出てくるしね。そうで今いいのがあったなと思ってずっと見てたんですね。おろしたてをこうお醤油ちょっとねかけて食べるときと同じ感じで、はい、皆さんの思い出の中にも山わさびは生きているなと感じました。山わさびが好きな人多いなっていうのを自分ですごく実感してます。少しでも生産農家さんの力になれるということは嬉しいし、探求し続けていくことがやっぱり大事かなと思いますね。はい、これからも山わさびの美味しさを極めていきたいとおっしゃっていましたけども、この天使の山わさびはあさってからの3連休石狩天然温泉番屋の湯で販売するそうです。またご予約やお問い合わせはご覧の電話番号へどうぞ。なんか道地さんのこう優しそうなお人柄がこう、ね、ね、詰まったそんなわさびになってますよね。そうですね、はい、思いのこもったね、本当すりたての味です、はい、ね、いや本当美味しかったです。はい、もう春を、ね、体に呼び起こしてくれる感じですからね、はいはい、ぜひね、食べていただきたいと思います。そうですね、体シャキッとこう目覚めさせたいですよね。、はい。